ではキャンプグッズフル装備の売り場を見ていきましょう、はい、いいじゃないよ、こちらでございます。ちょっとこれ楽しい、ね、かわいい、うん、いいですね、ありがとうございます。ここも違うんですか、これも。はい、それもあのアクセサリーで、そうですよね、あのホワイトのコーディネートをさせていただいてます。本当ミラーのところもそう、はい、そのアクセサリーキャップも、あ、本当だ、可愛い可愛い。まだこれから行きますか、これから。あ、これこれ、まあ、見えるところからもありますからね。これいいじゃない、これ。ありがとうございます。こちらですね、あのホンダアクセスの商品ではないんですけれども、うん、もうあの車中泊またアウトドアだったらもう確実にサイドタープは必須だろうというところで、今日、ね、はい、いいじゃん。これやるとやっぱ本当に夏なんか、うん、もうなんかね、直接太陽浴びないで済むからすごく気持ちいいですよね。はい、もうこうやってあのお外でちょっとコーヒー飲んだり、はい、お食事したりっていう。いや、ビールでしょ。いいですか。あ、ビールいや、ビールでしょ。これはちょっと、これですね、例の。はい、こちらがリベイドになります。はい、こういうアウトドアシーンでも、うん、あのデザイン的にも全く浮かないもので、うん、はい、はい、そしてああ、これだ、例の。あ、結構ベッド、結構パンパン、はい、です。こちら今エアマットダブルを引きまして上にあの寝袋の方を置かせていただいて、はい、ああ、いいじゃん。あのいつでもこれを一枚敷いて、はい、そうですね。 あとお手持ちのブランケットとかでも全然問題ございません。楽勝で2人寝れますよ。全然大丈夫です。結構寝返り打てるレベルですよ。ああ、全く、はい、あの窮屈っていう感じは全くしないですね。ちょっと横見てください。ほら、ここのところにほらこれがし、こうなんていうんですか、こういうのは。藤井さん、あ、はい、あ、プライバシーシェードですね。シェードがついてる、はい、なのであの就寝時はやっぱりお客周りの方の目が気になったりっていうところもありますし、あと眩しいとかもあるので、あの子供を覗き込んだりするもんね。あ、そうですね。確かにこれここまであると、もちろんここでね、あ、なんか密封性もいいんだけども、これがあった方が夏はいい、いいですよね、いい、はい、楽だし、いい、はい、うん、あと先ほど言ったこれですね。あ、はい、ルーブラックの方になります。こんなラックなんだ。そうですね、だからこういうふうに置けるから、はい、もう寝袋なんかも畳んでいただいたらそちらに、ね、これだけ見てるとさ、なんかこうなんていうかな、このなんか上級者っぽいよね、これなんか車中泊。確かにそうです。で、私ここにも荷物置けるんだよね。はい、もうあのこちら今1段高く純正アクセサリーのマルチボードというものをつけてるんですけれども、下もあの有効に使っていただけるように。う、ね、なのであの長いものも長尺ものを全く無理なく使って。下めっちゃ物置で入るよ。いや、そうなんだ。だからこれ下で子供寝ろみたいな。いやいやいや、そうです。でもさ、これさ、一人旅かもわかんないな。一人でも全然あの楽しんでいただける。いや、二人全然行けちゃう。いや、行けるんだけど、一人旅で気楽にさ、うん、なんかなんていうかな、うん、日本一周する、ね、まあ、日本一周しなくてもいいんだけど、下じゃない。そうそう、だから俺も実は友達と行ってるんですよ、うん、だからなんか意外とね、友達とね、ほらほら、堀江圭一さんがこの前さ太平洋ね、一人ぼっちしたでしょ。ああいう感じで、あれはもうすごい大変なことだけどね、うん、これだったらね、全然いい、なんか日本一周一人ぼっちみたいな、うん、でこういうのあれだよね。あとは今だとそれこそなんか自分でなんか YouTube で上げたりして、うん、ね、ライブ配信していったりすると、うん、家族も見れるしさ、そうですね、楽しいよね。全然いい。うちのミニチュアダックスだったら下で生活できる。いやいやいや喜びそうですよ。全然喜ぶよね。これせっかくだったら上上がってみます。ぜひぜひ。お、はい。あ、寝てください。いや、本当にいいですよ、結構。頭ぶつかんない？全然。どう？全然いいです。寝れる。寝れます。腰が痛くないぐらいの、うん、結構分厚めのマットなんで。うん。なんか空気って空気だけって感じですね。これ見て、土屋さんがほら今正座してあって上はあんなにね、そう、全然問題ないね。全然いけますよ。普通にこう起き上がったとしても全然まだ余裕あるんですよ。これあれですか、例えば夜ね、うん、開けっぱなしで寝てられる。全然いける。全然いけます、いけます。むしろそっちの方が気持ちが、そうだから開放感があっていいから全然いい、全然いい。あ、まあ、もちろんね、冬は寒いんだけど、夏だったら、うん、こういうところね、ほら全部こう閉まるから、すごいいいと思う。だから夏だったら、うん、バックドア開けて、うん、このテントで全然開けてた方がいい、うん、いいよね。いい、外の風入ってくるもん。これいいですね。いや、思った以上に本当に広く使える。軽じゃないよな。本当に軽じゃない。あとこれね、正直言ってさ、カトリ線香みたいなさ、置いてくるのも気分じゃない。みんなね、やってますよね。これで総額いくらぐらいするんですか。車両価格は？車両価格は190万。190万。でプラス？
今日ご紹介してないものにも全ていろいろつけておりますので、うん、ああそっか、そうですね、280万とか、うん、ああフル装備でね、フル装備で280万か、この感じだとそうなりますよね。いいじゃない、一軒家買うより。いやそれはそうだねえ、これで全然生活できちゃうの。いけますよね、うん、あのこのマット1枚引いていただくだけで、うん、かなり快適性がアップするから、ね、このマットすごい、はい、いやめっちゃいいよこれ本当に。あ、本当だなんか良くないですかこれ、うん、本当ね。なんかその硬さがすごいちゃんとしてますよね。 あとここが黒なんですね、はい、天井が黒だから落ち着くんだ。そう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 、落ち着く。細かいことは分かってるよね、うん、あとは冷蔵庫とか、あと本当冷蔵庫ですね、はい、そう冷蔵庫、冷蔵庫あったら完璧。ちょっとあの常時その電源を供給するっていうのは難しいんですけど、あのよくオートサイトとかに、うん、あの外部電源を引けるようなキャンプ場があると思うんですが、うん、こちらの車は外部電源から、うん、あの車内の方にコンセントを通して電源を通すことができます、はい、あこれね、はい、そうなんです、あのお外にこの入り口があって、こちらのコードをつないでここに、なので電子レンジとかそういったものをコンセントつないで、あの車内でお使いいただく。あ、いいね、全然生活できちゃうよね。そうですね、本当に本当にあのお部屋みたいな形に使っていただくお車になりますね、うん、さあいかがでしたか。もうなんかアウトドア行きたくなりましたね、うん、なんか これで一泊軽井沢に行きたい、うん、行きたい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 。これね、世界で日本だけじゃないの、これできるの。あそうだって軽自動車の文化って他の国にないじゃない、うん、ないで、これできめ細かなさ、この箱庭的なね感じできめ細かくってくる。だから世界中の特にヨーロッパの人たちっていうのは、うん、本当にこれ羨ましがんじゃないかな、うん、いいな、狭いところ、やだかで狭いし、よくできてるできてる、ね、よく考えてる、うん、でもまた新しいアクセサリーが出てきそうですよね。そうですね、あの今日ご覧いただいた N 版もそうなんですけど、あのやっぱりアウトドアやるときにまずいろいろ準備してからみたいなことが多いと思うんですけど、純正アクセサリー使っていただくと車とそちらだけで、あのまず気軽に楽しんでいただくことができるっていうところで、まずちょっとこうハードルを下げて、たくさんいろんなお客様にあの体験していただきたいなという考えで。俺とテリーさん的には、はい、やっぱこう横と後ろのテントは、はい、楽しい色があってほしい。わかりました、カラーバリエーションを増やすようにあの開発にやって後ろはやっぱ網戸にしてほしい。はい、かしこまりました。そちらの方は大事だよね、もう全然最後に注文していくじゃないですか。大丈夫です、あのそういったご意見があの後々の商品開発に結びつきますので、ね、ありがとうございます。まあ、それには、まあ、僕らがこれからもアドバイスする意味を思うと、うん、この1台ね1年ぐらいは貸してほしいですよね。むちゃくちゃなことばっか最後に言って、ぜひあの乗っていただいて、はい、いろんなご感想を聞かせていただければと思います。言っててください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では、今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。